経験ってこの間みたいなイベントに出るってこと？部門に分かれてるイベントって珍しいの？珍しいと思いますよ。今までスクールアイドルといえば一校に一グループっていうのが普通だったから、部門とかは特に分かれてなかったんです。デュオでやってる北海道のセイントスノーは有名ですけど、デュオも珍しいですし、ソロっていうのもまだまだ珍しいんですよ。だからいろんな部門があるイベントって最近になって増えてきたって感じだよね。そうだったんですか。でももうグループやデュオだけってわけじゃないなら、ますます私たちにぴったりじゃん。スクールアイドルには無限の可能性がありますから。リナちゃんボードみたいなのをつけた人もいるかな。仲間がいたら嬉しい。もしかしたらいるかもしれないよ。せつなちゃんが言う通り、スクールアイドルにはどんな可能性だってあるんだもん。とはいえ、かすみんほど可愛いスクールアイドルはなかなかいないと思いますけど。もちろんです。まずは自分が何をどこまでできるか挑戦してみたいわ。そうですね。私も自分の今の実力を確かめたいです。それに我が校の謎のスクールアイドル結城せつなの実力も早く見たい。やめてくださいよ。あれ、いい成績残さないとダメなの？スクールアイドルフェスティバルはエントリーすれば誰でも出場できるんじゃなかったっけ？はい、だからスクールアイドルの文化祭って言われているんですし。成績を残さないといけない理由があるのかしら。ミューズとアクアはもう決まってるんだ。まあそうだよね。バンドのフェスだって人気バンドがメインステージ張るし、そういうことでしょ。あの人たちは決まっていてもおかしくないですよね。わかりました。そういうことなら張り切っていきましょう。なんかほんといろいろ調べてくれたんだね。ありがとう。私たちももっと詳しくなるね。そうよね。リサーチとか任せっぱなしにしちゃってごめんなさいね。いい子、かなたちゃん。あなたには秘密のお昼寝場所を教えてあげちゃう。一緒にお昼寝しよう。かなたちゃん、イベントまではお昼寝はお預けだよ。そうよ、かなた。部長の言う通り、レッスン頑張らないとね。あ、でも適度なお昼寝は効率を上げるってテレビで言ってましたよ。ゆむちゃんもいい子。かなたちゃんとお昼寝しよう。ふわふわの枕で一緒に寝よう。でもかりんちゃんの言う通り、レッスン頑張らないとだから、ちょっとだけ。かなたさんがお昼寝をちょっとでいいって言うなんて、これは相当やる気に満ちてますね。ずるい。私もふわふわの枕で一緒に寝たい。えもち、私たちも対抗してお昼寝しよう。え、私？うん。でも少しだけだよ。やった！
エマッチのふわふわなとこで寝ちゃうんだもんね。ふわふわ？お腹かな。いいよ。かすみもこういう天然なこと言ってやりたいです。ん？かすみさん何か言った？え？何にも言ってないよ。あ、そうだ、しずこはイベントで何やりたいとかもう考えてる？今決まったばかりだから何とも言えないけど、でも前ダメだったことに挑戦してみたいな。今ならやれるかなって。リナさんはやってみたいこととかある？リナちゃんボードぐるぐる。リナちゃん大丈夫？顔真っ赤、仰ごうか。あゆむさん好き。私もイベントに向けてやりたいことをまとめないと。あら、ちょっと意外。せつなって常にいくつかパフォーマンスプランをストックしてるのかと思った。え？そんなかりんさん、ちょっと私のこと買いかぶりすぎですよ。私いつも直前までまとまらない方なんです。本当は事前にいろいろ準備できたらって思うことは思うんですけどね。せつなって私たちよりずいぶん上の存在なのかなって思っていたから、今のを聞いてちょっと安心しちゃった。かりんさんこそ準備万端タイプに見えますよ。どちらかというとそうかも。その方が安心するのよね。